はい、それでは、これからですね、リライズショートストーリーのインタビューを始めたいと思います。今日はですね、哲学をですね、学んで哲学を発信したいという思いにあふれているトシトさん、はい、という方のインタビューを始めたいと思います。トシトさん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、それではですね、早速、質問1からお伺いしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ではトシトさんはですね、どのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？そうですね、私は自分自身、それから自分の周囲が、社会と上手に付き合いながら、それでも楽しく、人生を送ることができればというふうに考えています。人間である以上、社会の中で生きていくというのは当然だと思ってまして、そこを離れていくで、生きていくことはちょっとできないかなと思っているわけなんですけれども、一方で、社会の中にいると苦難の連続っていうのはどうしても避けられないかなというふうにも思ってまして、でなので気をつけないと、幸せになるために、楽しく過ごすために、一生懸命頑張ってたはずなのに、結果は苦難に満ちた楽しくない人生を過ごすみたいなことも、まあ、あるのかなと思ってるんですね。なので、その苦難をうまく回避して、私も周囲も、社会の中で楽しくいけたらというふうに思ってます。うん、ただこれが夢ビジョンというかというと、ちょっと自分でも怪しい感じちょっと思ってたりはするんですけれども、ただ場合によってはちょっと本当に何て言うんでしょう、おこがましいというほど大きい夢にもなるかなというふうに思ってまして、というのがですね、周囲っていうふうに先ほど申し上げたわけなんですけれども、これは今の時代、もう家族とか身近な友達とか同僚とか、日々リアルで会える人だけをもう指すわけではない、そういう単語になってきてるかなと思ってまして、もう継続的に、もしくは、断続的に関わる人は周囲って言えるのかなというふうに思ってます。実際私の方でも、オンライン上で仲良くしている人とかっているんですけれども、こういった方たちも周囲と言えるかなと思ってます。なので、デジタルとかオンラインの世界、ネットの世界では、活動領域を距離の制約なく広げることができるかなと思ってまして、そうすると、自然的に関係する周囲の人っていうのも活動次第では限りなく増えて、場合によってはもう世界が周囲になる可能性だったろうかなぐらいまで思ってまして、なので、そういう意味では、結構大きい話なのかなと思ってます。そうですね、でその人たちが楽しく過ごすっていうのがまた大変かなっていうふうに思うんですけれども、もしただそれが達成できたとしたら、私にとってもそれは心満たされた状態で人生を過ごすことができるので、そういう意味でこの達成を目指すことは夢って言えるのかなというふうにはちょっと思ってたりするんですけれども、私の夢は自分自身と自分の周囲が社会と上手に付き合いながら楽しく人生を送り続けることという形になるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、なんか大きい夢だけれども、すごくこう身近な感じがして、こう叶えていけたらいいし、叶えられそうな感じで、でも大きいっていうのがなんかすごくいいですね。ありがとうございます。はい、そうですね、身近っていうのはやっぱりちょっと大事かなと私もちょっと思ってますので、夢って必ずしもすごく遠くにあるものじゃなくても、今の日常生活を続けることも結構大変で大事だったりするので、それを夢と言ってもいいのかなと私はちょっと思ってたりしますね。はい、ありがとうございます。はい、それでは、続けて2問目に行きたいと思います。はい、ではそのですね、今トシトさんがおっしゃっていた、その夢をですね、具現化するために、どんな目標や計画を立てていますか？はい、そうですね、具現化するには、まず私自身がいろいろな知恵を積む必要があるかなと思ってまして、でここで言う知恵っていうのは要は社会と上手に付き合う力ですとか、あるいは苦難を楽に変えるそういう力のことをイメージしてるんですけれども、社会や苦難の形っていうのは、人をさまざまですし、その社会の形も変わったりするわけですし、そういうわけなんですけれども、ただどういった形であろうとも対応できるような、そういう結構柔軟性のある強い力を、イメージしてます。知恵というのかなと思ってます。
その知を身につけて実践していきつつ、まあ、周囲に伝えていくことが夢の具現化になるのかなというふうにもまあ思ってまして、まあ、なのでつまり目下の目標としては、まず知を身につけるというような回答になるのかなというふうに考えてます。ただ、計画とまではちょっと言えないのかなと思ってます。まあ、計画っていうとどうしてもその数値目標だったりとか期限だったりとかあろうかと思うんですけれども、どの程度知恵を身につけたらゴールと言えるのかっていうのがちょっと正直答えが出てないというところもあるので、計画まで落とし込むことができてない目標としてはあるんですけどというようなところですね。あ、なるほど、へえ、あ、目標と計画がしっかり分かれてて、なんかなるほどっていう感じで、あ、はい、ありがとうございます。はい、はい、ではサクサクと次第 3問目に行きたいと思います。あ、はい、はい、はい、では3問目ですね。はい、じゃあその目標や、まあ、計画のことは先そのようにおっしゃったので、うん、目標や計画に対して、まあ、現在どのような活動指針を持って、まあ、どのような基本活動をしていますか。はい、そうですね、今のところは、とにかくたくさん本読んで、自分でもたくさん考えて、うん、それからたくさんの人と交流してっていうことをちょっと意識して、日々活動をしています。うん、先ほどお伝えした知恵の話なんですけど、知恵を磨くためには、まあ、日々学ぶことは当然大事だと思うんですけれども、その学びっていうのは、まあ、座学も大事なんですけれども、それだけで、全部得られるかっていうと、まあ、そうではないかなというふうに思ってまして、実際に多くの人と交流して多くの人とも話すことで学べることがたくさんあるかなというふうに思っていますので、で具体的な活動としてはそのために、今はツイッターですとかそういうものを活用させていただいたりもしています。まあ、なので私の発信としては、まあ先ほどご紹介いただきましたように哲学とか私がしていることを発信していってるんですけれども、一方で私が学んだことがない領域で活躍されている方ですね、交流させていただいてまして、日々いろいろ学びを得ているようなところです。これを日常的に続けることで、まあ、日々知恵をつけていけたらなということで活動しているというような、ちょっと回答になっているのかわからないんですけどそういう感じで活動させていただいてます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、では次ですね、4番目が、はい、ではそのですね、夢やビジョンを持ったきっかけっていうのは何があったんでしょうか。そうですね、きっかけを例えば何でしょう、一つのエピソードとかに収斂させることはなかなか難しいんですけど、その影響度が大きい話で言えばやっぱり一番は大学での学びかなというふうには自分で考えてます。大学ではちょっとやっぱり時間があったので本を乱読していた時期もありまして、その中で現代哲学ですとか東洋哲学ですとかその他の学問領域もそうなんですけれども、どんどん触れていったんですね。でそれらを学ぶに、それらを学ぶ中で、何でしょう、みんなが常識と思っていることは必ずしもそうじゃないんだよというような考え方が、まあ、徐々に身についていたということもありまして、そうですね、気がつけば、まあ、それまでの私の常識ですとか世界観っていうのが一度解体されて、それが再構築されたような、そういう経験をしたかなと思います。そうですね、それだと再構築された後に残った考えとして、先ほどの夢につながる話もあるのかなと思うんですけど、要はいろいろな考え方とか主義主張とか諸事情とかあろうかと思うんですけれども、どんな事情があるにせよ、考えがあるにせよ、まあ、とりあえず生きていかないといけないというのは、まあ、事実として、まあ、受け入れないといけないもので、で、まあ、どうせ生きていかないといけないんであれば、まあ、いい人生を送りたいよねということがあって、で結果、まあ、今の夢を持つに至るというような、感じにはなってきてるんですけれども、具体的に聞きたくなりますね。そうですね、何か聞きたいことがありましたら、ぜひ聞いていただけてきたらと思うんですけど。じゃあ、はい、その、まあ、本って言っても、多分たくさん本あると思うんですよ、分野も、哲学じゃなくても、いろいろあるじゃないですか。そうですね。だけど、なぜ哲学と、まあ、出会ったっていうか、選択したっていうか、それはどんな。きっかけがあったんですかね。そうですね、もうこれに関してはその ご縁というか偶然というかしか言えないかなと正直思ってる部分があるんですけど、まあ、私は読書に抵抗感がない人間で、まあ、本を乱読してたんですけど、その中でたまたま哲学に出会って、でそこに考え
かかったから載ってるんですけど、そことの親和性があったということもあって、まあ、すごいしっくり、自分の中で来たというのもあって、で加えて時間もあったので、がっつり読み漁ったというような感じですね。さらに言えば、そうですね、そういうのを学び始めた時期なんですけれども、仲良くなった友人がいまして、その人も実は結構、哲学に興味があったりして、まあ、一緒に切磋琢磨して、学べたというところもあったりして、結果、哲学に触れる時間が結構あったというような感じですね。なるほど。お友達が、哲学の本を読んでいたから、読んだっていうよりも、たまたま乱読している中で興味を持ったのが哲学 で、友達も哲学をが好きだった。あ、おっしゃる通りです。で学ぶ相手がいたから、こう切磋琢磨して、どんどん、じゃあいろいろその哲学についてディスカッションというか、話、夜な夜な話したりとか、そういうこともあったんですかね。あ、おっしゃる通りです。ありましたね。勉強会みたいなのも開いたりしましたし、まあ、気になることがあれば、まあ、お互い学生だったということもあるので、時間を気にせずにディスカッションしたりっていうのもあって。逆にそうですね、よくあるのが、大学の学部が哲学科だったりとか、文学部の哲学科だったりすると、まあ、自然と触れるような形にはなろうかと思うんですけど、そうではなく、割と偶然の出会いで、私の場合は、で哲学に出会ったような感じですね。初めて取った一冊は何だったんですか？初めて取った一冊は、言語学に関しての解説書みたいな感じだったんですけど、思想家の名前、その人の名前を挙げると、フェルニダンド・ド・ソシュールっていう方がいるんですが、わからないその方 の、そうですね、言語学の人なんですけど、その本が一番最初だったかなと。じゃあその言語学からのめり込んでったんですか？その通りですね。そこで何て言うんでしょう、もう考え方がガラッと変わって、でもっと詳しく、それについて知りたいなと調べていくと、まあ、つながって、まあ、その後は、まあ、ビットゲンシュタインという人がいたりだとか、ビットゲンシュタインは分かります。あの方にもハマりましたね。へ、あとは精神分析の方行って、フロイトとかジャック・ラカンとかっていう方に触れたりですとか、で結構いろいろ広がっていったような感じですね。すごいですね。じゃあ言語学、じゃあ当時何かこう固定っていうんじゃないんだけど、なんていうんですかね、こう考え方がガラッと、ガラッと変わったっていうのは。そうですね、一つ紹介させていただくと、物の名前についての話なんですけれども、リンゴがあってリンゴという単語が生まれたのが正しいのか、それとも逆にリンゴっていう名前を産んじゃったからリンゴというものが存在するようになったのか、どっちが正しいんでしょうという話なんですけど、僕のそれまでの常識では当然リンゴというものが存在するから、リンゴという単語が生まれたんでしょうというような考え方だったんですけど、実はそれはどうやら正しくないというような、こととか、例えばそういうことが書いてあったりして、そこからつながってもっと哲学的な話とかも出てきたりしたので、なんて本当に考え方が逆転するような、まあ、今の話も一つの逆転だと思うんですけれども、まあ、そういったことも連続でというような感じですね。なるほど。いろんな人間としての固定概念が破壊されていって、はまるとどんどん。そうですね。その後なんとか日常生活には帰ってこれたんでよかったんですけど、一回一度壊れて、また再構築したというのは、なんかそういう感じですね。なるほど。なるほどって言ってちょっとあれですけど、そういう感じなんですね。そうですね、ちょっと面白いですね、ここの話いろいろ。ちょっとまたいろいろ聞いてみたいと思います。ありがとうございます。はい、じゃちょっと時間があれなので、次の、はいはい、第5問の方に行きたいと思います。はい。はい、ちょっとこの第5問ちょっと聞いちゃったかもしれませんが、その発見や出会いの背景には何があったんでしょうか？すみません、ちょっと重複してしまうかもしれないです。すみません、先走って。いや、こちらこそ。すみません、お伝えしてしまったんですけど。で、まあ、やっぱりご縁というような回答にはなろうかと思いますね。本当、なので、出会わない、そこに出会わないルートもあったと思うんですよね。まあ、たまたま本当に偶然で出会って、そこの考え方にはまってしまったという話なんですけれども、もしそこにはまらなかったら、ちょっとまた別の人生を歩んでたのかなと思ったりもするんですよね。まあ、ただ、私としてはそのご縁があってよかったなというような、
人生についての考え方も大きく変わりましたし、それも、決してネガティブな変わり方じゃなくてポジティブな変わり方だったので、結果でやってよかったなと思うんですけれども、そうですね、まあきっかけ、もともとそういう素養というか、哲学の親和性というのはもともと私の中にあって、でご縁として、ご縁としてそういう出会いがあって、で結果として、まあ、今があるというような感じでしょうか。そのもともとそういうっていう、そのもともとっていうのは、例えば、ご両親がそういうのしてとか、まあ、兄弟がとか、なんかそういう感じのことで、なんですかね。そうですね、両親は確かにそういうところはありますね。哲学好きというよりも、まあ、読書好きっていうようなところで、遺伝はしてるのかなと思うんですけど、父は歴史関係の本が好きで、実家にもたくさんあったんでよく読んでましたし、母は文学という小説が結構好きで、小説がいろいろあったのでそれを読んで育ったっていうのもありますし、それはちょっと確かに土台としてあるかもしれないですね。なるほど、そかそか、本が好きっていうところから始まっていろんな本を読んでいる中で、そうですね、で哲学の考え方もおそらくちらっと触れてたとは思うんですよね、たくさん本を読む中で。小説とかでも、哲学的な記述とか結構あると思うんですけれども、それで触れてたっていうのも一つあるかなと思いますね。中でも一番最初にその言語っていう分野に出会ったっていうのは、それも偶然だったりするんですかね。そうです、それも ほぼほぼ偶然ですね。全然関係ない、まあ、大学の授業が一応影響してるんですけれども、大学の授業の中で、ちらっとその話題が出たんですよね。でちょっと自分でも調べてみようと思ってというような形なので、大学でそのワードが一瞬出たっていうところが、まあ、すごいですね。本当にきっかけかもしれないですね。すごい、一瞬は出たワードをキャッチするっていう、何かあったのかもしれないですね。その時の私に響くような感じで、そういうことですよね、きっと、かなと思うんですけど、言語ってなるとあれ、コミュニケーションとか、まあ、そういう軽い感じではないのですかね。そうですね、言語にも言語学にもいろんな分野があろうかと思うんですけれども、ソシュールと一緒に関しては、コミュニケーションというところには、あまり重きを置いてないといいますか、またちょっと違った角度から言語というものを分析されている方のようで、そうですね、コミュニケーションに関してはまたちょっと、別の本で読んでればしましたけど、ソシュールのところからはちょっとって感じですかね。その一瞬のその出会いっていうのは何だったんですか？そこが気になる。そうですね。その授業の中で。そうですね。いや、考えてみると本当に別に言語学の話題が出てたわけでもほとんどないんですよ。本当に、まあ、社会学部の学生が1年生で習うような普通の授業を受けてまして、で特にその言語学に関係ないんですけれども、その先生がおそらく自分の考えの中でちょっと絡めて考えてたんでしょうね、言語学とその社会学の理論を。でその関連で本当に一言ポロって言ったような話なんですけれども、なので本当に何て言うんでしょう、本当に、まあ、本当に偶然の要素がすごい大きいかなという感じなんですけどね。なるほど、はい、ありがとうございます。その偶然の出会いから大きな夢をですね、身近で大きな夢を持てる、そんな哲学との、ね、出会いをされて、その哲学をベースにですね、今着々と夢に向かってこう日々知恵を積むっていうところで、はい、そういうところの出会いをさせていただきました。はい、では今日は、哲学を通して誰もが楽しく心満たされた、つながりを作る、そんな、今活動されているとしとさんからお話を伺いました。はい、今日は、短い時間でしたけれども、どうもありがとうございました。ありがとうございます。